十時はいつもやってる通りです。このままの状態が。おお。こっちよ。こうですね。おお、こういう。やつ。これは強引に取りに行くってやつやりますけど、この肘を抜かれやすいんですよね。こうして持っていくと、ここで決めきれないとか多いんで、これどうやって決めるかっていうと、肘が逃げないようにするんですよね。で、こっちからの対角線で肘の後ろと、肘の後ろ、もしくはこっちの肘の余ってるところ、ここ奥のところ取ります。で、柔道は基本的にこう、あんま道着も持たないんで、こうします。で、肘が後ろに下がらないようにします。で、肘が後ろに下がるんで、あの十字抜かれるんで、この肘の後ろを足を持ってったり、自分の体を持ってったりして、こうすると肘が後ろに引けない。引こうと思ったら引けない。で、ここの状態から足をかけて、そうするとこの十字が決まりやすいんですね。こうして。ですので、肘の後ろが何かつっかえ棒になってるようにしてください。例えばこういう状態、足をつっかえ棒にして肘が後ろに下がらないようにして、はい、この状態から対角線で十字を引いて、はい、でこの足が効かない場合、どうするかといいますと、こう組んで、はい、こう組んで、こう組んで、ここを持ってください。そうするとこの状態でも肘が持てますんです。この状態からこう上に、これが十字の、今まで腕が抜かれてた人が抜かれないようにするためのコツです。こっちか肘の後ろ、もしくはこっちか、こっちか、こっちか、この絞ったものが取りに行く。おー、もうちょっとやってみてください。おお。